おはようございます。2012年3月7日11回目の11日目の百選巡り、今日は一人旅です。ここは国宝のある、金蓮寺というところです。阿弥陀堂が国宝になったということです。全百選の芋湿原です。豊橋の市街から、数キロ離れたところなんですけど、もう一気にこんな山の中です。ここから車両乗り入れ禁止ということで、湿原までちょっと歩きます。ここまで行けんか。いろんな鳥の、さえずりが聞こえますけど、多分ここには入らないでしょうね。きっと野鳥の宝庫なんだ。湿原に花が咲いたら綺麗だろうね。まだ3月の初めで枯れ草です。感じです。神社百選、戸賀神社です。三河の国の一宮と書いてありますね。だからここは、豊川の一宮町になってます。三河国一宮戸賀神社ですね。こちらは三河恵比寿社となってますね。豊川から
新城へ行く国151の途上に野田城跡が城址があるということでちょっと立ち寄りました。あれか、ここは確か武田信玄が病で死んだとこですね。三方ヶ原の戦いで勝って、この城に入って動機になったと、記憶してます。違うかも。これはきっと嘘ですよね。信玄さんは老害で亡くなったはずです。井戸が、なんか表示があるな。これが野田城の井戸か。まあ枯れちゃってますね。寺は何て読むのかな。天泉寺木山木、これは名木百選です。鳥居京左衛門の墓っていうのもあるね。でもついでに見てこう。あ、すごいですね。死の鳥居です。指紋と書いてあるのか。大正9年これは杉の木ですよね。なかなか、すごい。面白い。うるそうだな。これが本当かな。ここに、鳥居、あ、ここにあるのか。なんかここに位牌も飾ってあって、先ほど案内がありましたね。これが名木百選、高山木。どういう木なんだろうな。松でもないな。まあ、高山木なんでしょうね。これはこれは。静かなとこですね。ここは城跡がいっぱいありますね。まあ、ここも戦国時代の舞台だったんですよね。きっと、ここは作手村、もう愛知県ですね。作手村は当然愛知県だ。はい、今日の百選巡りはこれで終わりです。